右手に見えますのが秩父のシンボル武甲山です。名前の由来はその昔、大和武尊皇が秩父へ来た時、この山に登り山頂で着ていた自らの兜を奉納したことから武甲山と名付けられました。また武甲山は石灰岩の塊で、大正初め頃からセメントの原料が掘られ、日本の発展の一躍を担ってきました。今では岩肌がむき出しの痛々しい姿になってしまいましたが、自らの体を削って秩父の発展を助けてくれた山。日本人にとって富士山が心の山なら、秩父人にとっての心の山、それが武甲山なのです。ご案内いたします。列車はあと5分ほどでお花畑駅に到着いたします。お花畑駅はホームが短いため、後ろ2両、2号車、1号車はドアが開きませんのでご注意ください。お花畑でお降りのお客様、後ろ2両、2号車、1号車はドアが開きません。前寄りの4号車、3号車からお降りください。あと5分ほどでお花畑駅に到着です。案内いたします。列車は間もなくお花畑駅に到着です。降り口左側です。客車のドアは手前に開きますので、一段低くなっているステップには立たないでお待ちください。西武秩父線ご利用のお客様、お乗り換えです。停車時間が短いですから、記念撮影での降車はご遠慮ください。ホームが短いため、後ろ2両、ドアが開きません。合わせてご注意ください。We will soon arrive at Ohanawatake. Please change here for the Seibu Chichibu line. The doors on the left side will open. At Ohanawatake station, the doors of car number 2 and car number 1 will not open.
because of short platform. Please use other doors to get off.